この時間は大阪公立大学大学院医学研究科の木戸康俊先生に解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、えー、新型コロナウイルスですけども 感染者のこの全数把握は必要なのかなっていう話なんですね。で全数把握と言いますのはもうこの数字ですね。えー、例えば昨日の全国のコロナの新規感染者数は二十三万一千四百九十九人です。まあ我々の番組でも連日、えー、まあ各自治体でどれだけの新規感染者が確認されましたかという数字もご紹介できているわけです。でどういうふうなシステムになっているかと言いますとそれぞれの病院とか診療所クリニックで、えー、陽性 出たものに関しては発生届が保健所に送られます。で、この保健所でいわゆるそのパソコンでの入力作業があったり、陽性者に連絡があったりというような作業があります。で、コロナ患者の情報これ毎日報告するということで、まあ、この作業がもう大変だよねと。 でこの全数把握でもそのメリット、デメリット両方あるんですけどもメリットで言いますと感染者数やこの流行の状況が分かる、まあ、数をちゃんと数えてくれてるからあ今、感染者が増えてるね気をつけようねそんなことが分かる感染者の行動制限をかけやすいというのもありますデメリットは先ほども言いました医療機関の保健所の負担ということになります。けども 木戸先生によりますと全数把握の目的は感染の封じ込めですとこれだけ広がると全数把握に固執するメリットはないのではというのが先生ののご意見ですねはい、はい、あのー、今第一の目的は早めに例えば特定のと、えー、と濃厚接触者の特定をするなりその中に実は感染者が紛れているなりすればそこを特定すればそれ以上広がらないのではないかとでそうすると感染が広,広がらなくてここで食い止められるというのが基本的な考え方なわけです。うん、で で今、現状で例えば23万何がしかという数字が出ますがこのように山になっているときには実際の真の感染者数とこの23万何がしかという数字が一致しているかなんていうのは全く不確かなんです。うん、でこれまでで日本や世界の研究では 落ち着いてる時には報告数と真の感染者はまあ大体いいでしょうとしかし流行になると検査なども追いつきませんので、うん、まあ最大数倍の差はあるとん、はあ、そんなになので例えば今23万と報告されていますが、うん、実は真の感染者は100万人いたって今までのデータでは大体数倍から5倍とかいう差はあの報告されています。 で実際にもう海外でも,もうやりませんという国もあるわけもうそういうなるともうこれ以上追いつかないので当初のメリットがあのほとんど得られない状況なので、うん、だったらこれまでみんなが苦労してやることはないんじゃないかと多くの人は考えている状況です、ねはい、ただ、まあ、この感染症の,その流行どれぐらい広がっているかということは、まあ、把握しておくべきだろうということでこの全数把握じゃなくて違う方法がないかなということを今、考えているということですね。でその代替案としててつ挙げられています定点 定点把握というのと下水ということなんですけれどもこの定点把握はインフルエンザの把握に使用しています定点の医療機関からの報告をもとに患者数を推計しますだから全部数えるんじゃなくてあるポイントだけの数字を応用するに計算してそれが全体で大体どれぐらいかという推計をする報告は1週間単位これは先生インフルエンザではこういう調べ方をしてるんですか、はい、あのインフルエンザではもうひこれはインフルエンザはあの封じ込めるべき感染症ではなく季節的になったらやっぱり広がってしまうよねっていう 感染症なので、だけれど別にそれをのほう図にしとくわけではなくて、それを把握しておきましょうということなので、うん、まあ場所だけサンプリングするということで、大体あの選挙の出口調査なんかを想像していただければ、なはいそして下水という方法なんですけれども、新型コロナウイルスは消化管にいる、発症前に排泄されるということですねはいこの新型コロナウイルス、主には肺にいて、で肺炎を起こすというふうな理解だと、皆さんいらっしゃいますか あると思いますけど実は腸お腹の中にもたくさんウイルスはいるんです腸自体はお腹を壊すということはほとんどないんですがウイルス自体はたくさんいるので毎日便から大量のウイルスが感染者は排出されるんです。<ー>なののでそそ便が流れれれていけけばばを見つければ、うん ここに感染者がいるのではないかということがわかりますっていう理屈です。で、これら二つのですねメリットデメリットは似ているものがありまして、メリットは医療機関保健所の負担がとにかくこれ減少しますよということですね。で、デメリットでいうと重症化リスクの高い患者の把握が難しい、えー、高齢の方基礎疾患のある方の感染をなかなか把握しづらいんじゃないかと先生そういうことなんですね。そうです。特に下水の場合は、うん、あの便ですのでこれがあの 元気な若者から出てきた便なのか、高齢者から出てきた便なのかが分かりませんから。はい、あの、それで区別がつきませんよ、はい、ということですが、まあ、定点把握は病院ですので。うん、まあ、こういうなのを上手に、あの、つき、組み合わせることで、あ,あの、目的は十分に達してるのではないかなとは思います。文化会の尾身会長も、重症化リスクの高い人は、今まで通り報告をすべきではないかと言っています。で、下水に関しては今、今国内でも、実際に、こういう実験が行われてましてね。これ、宮城の仙台なんですけども、下水を使って調査ということで、東北大学は実際にやっています。 であのよく見てほしいんですけど、これグラフなんですね。これ2021年の9月からこうなってますけども、青が青のラインが実際の新規感染者数、ここ増えてます。で赤がこれは下水での予測値ですから、<う>青と赤がすごい。 ここ重なっていいるるということうが言えるん,でよ、ね、るんですねす、えー、ですから毎週月曜日に1週間の感染者数を予測しています、8月8日から14日まで予測実際の数でいうと1万438人だったのが予測下水の予測が1万995人ということでものすごい精度高いなというふうにわれわれ思うんですけれども調査の場所や頻度をどの程度にするかが課題先生、この辺りどういうふうに分析されますか。はいあのー 下水ですので、その下水のサンプリング、どこから下水を取るかっていうのを、例えば大阪市で一つでいいのか、それとも複数箇所から取りたいのか、まあ、そういう密度であったり、まあ、それを1週間に1回でいいのか、もうちょっと頻度高くやりたいやろうとするのか、うん、まあそういっあ技術的なところを詰めていけば、もうそれで十分なのではないかなと思いますこれも実際に下水のこういう運用っていうのは、海外では始まっているんですよ、ね、あ例えば、米国ではかなり広い地域で、コミュニティで行われていて、えー、このグラフのように、 オミクロンが出た第6波、日本で言えば第6波ですよね、はいうん、2020年の初頭まではきれいに一致してたんですが、まあ、あのこの今の2022年の夏に以降は、あの下水のデータと新規報告者のデータが大きく乖離しているのが、アメリカでも見られてます、はあ、そうなんだだからこのあたりの運用、今後、我々どうしていくかというのは、でもさっき徳井さんからもありましたけども、スピーディーにちょっと決めていけたらいいなというふうに思いますよね。うんうん